万歳。小倉アントースト。アンバタ。こんばんざい。あ、なんか耳ちょっと前後してるね。オンライン楽市楽座始まりました。笹川は今日はクマ、ヒグマ、なんかちょうどクマみたいな耳とクマみたいなアウターあるなと思ってヒグマになりました。月のワグマでもか。正直ちょっとヒグマと月のワグマの違い分かってない。こんばんざい。オンライン楽市楽座だよ。ひろゆき、プリマ、ゆってぃ、こんばんざい。暑そう、わかる。そう、暑そうだなと思って自分も中に着てた服脱いでアウター着た。ヒートテックは着てるけど薄い。森のクマさん、お、クマ仲間。クマ、ある日森の中、クマさんに出会った。ナガちゃん、こんばんざい。プリマ、筋トレ、筋トレ、笹川がプリマが筋トレ、クマと戦うために筋トレ。ナガちゃん、こんばんざい。今日20日か。帰宅な、お疲れコアラ。いや今日はクマ。テル自体っておこう。朝顔の精神を保つテルジ。テルジのマッサージ。プリマ、気にしないでください。あ、筋トレ、筋トレ坊主。コアラと勘違いしました。色が色がちゃう。でもコアラもこんな感じの耳してるよね。今日はテルジとのツーショットは可能？テルジとのツーショット、テルジに聞いてみてください。あの備考欄に、備考欄にテルジって書いてほしい。じゃないと笹川忘れる。シカちゃん、こんばんざい。あ、動物仲間、こんばんざい。クマグマさん。今日はみんなの名前をクマ化しようかな。ナガちゃん、ナガちゃんはただのクマちゃんになっちゃうな。ナガクマ、カワチ、プリクマ、書いておきます。よろ。でもテルジの機嫌が悪かったらいないかもしれない。ラプクマ、こんばんざい。ラプタークマ、テルジさん、こんばんざい。あ、テルジにも挨拶ありがとう。リス、リスだったのかテルジ。でも尻尾がないからリスじゃないか。岸さん、岸くまさん、こんばんざい。じゅん、くまでぃ。ダッフィーがいると聞いてきました。あ、ダッフィー、ディズニーの。
なんかシェリーメイのぬいぐるみだったら前いた気がしたけど、アネマル持ってったのかな。テレジ兄さんのご機嫌取らないと。テレジ兄さんはこうやってマッサージされるのが好き。マッサージ、お腹のマッサージ。のびくま、のびくまこんばんざい。あ、もう自分からのびくまって名乗ってくれてた。のびくま。ティンちゃん、あ、ほんとだ、100回目の訪問だ。ティンクマモニー、モニプリも遠隔でマッサージします。触られてる、テルジ。ダメ、テルジ触れるのは笹川だけ。お、なんか突然いろんな方が初訪問してくれた。ありがとうございます。こんばんは。ただいまオンラインの特典会をやっております。オンライン楽市楽座。今日はこの熊川熊の写真や動画などゲットできます。ぜひお待ちしております。特典ご購入は左上に出ております、赤白のバナー、公式グッズ販売コスパニックストアというところをタップ、タッチ、クリックしてください。そこから購入ページに飛べます。特典の購入の仕方がわからないよという方はコメントなどで質問してください。クマディマッサージされたい、マッサージされたい。笹がだいぶ指圧強めだけど大丈夫。グリ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 ガクマガクマこんばんざーい。ガクちゃん、氷竹クマ、うお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 、久々だ。こんばん。ダメだ、テルジを、テルジを手にしていないと。笹川の精神安定剤。うん、待ってます。これずっと前に書いたやつだけどだいぶ重宝してる。でもずっと使いすぎてちょっとボロボロになってきちゃった。ガクちゃん昨日寝落ちして見れなかった。あら、あ、でも昨日遅かった、なんかいろいろやってて。クマディ視圧強めのササディかも。返し、お、プリクマ頼んだ、ありがとう。プリクマ、プリクマって可愛いね。プリクマは毛並みが短そう。ガククマ、テルジ君ヤホヤホーヤホヤホー。氷竹クマ、おととい真央さん人質に取りに行きましたけどね。え、どういうこと。あ、そうだ、なんか言ってたな。桃鉄、スマブラ、スマブラだ。ガハハハガハハ。今日もマイナスイオン大放出だね。はプラスイオンも放出しとこ。マイナスイオンって聞くけどプラスイオンってあんま聞かないよね。クマグマ即ポチポチお手
かちゃんポチだったのありがとうポチ。ガクマテルジ君夢、テルジが出てくるのは笹川の夢だけ。出てきたことないけど。クマディ24日ワンチャン説が出てきたんだけど、おお前より多分前日かな、前日か当日の朝か。なくならない限り前よりがかな、ワンちゃん昼夜、昼夜プリクマって実は可愛いかもしれないけど中身たのおっさんプリクマ大丈夫、ネットそんな人いっぱいいるから。クマで朝5時起きなんで体力的にいけたら、おお早いな5時起き。来週土曜からエグゼイド YouTube 配信始まるか。あ、エグゼイド始まるんだ。もうそんななんだ。竹の子覚えててくれて嬉しい。またいずれ余裕できたら頼みます。頼めなくて、申し訳なくね。覚えてた、スマブラって言ってた。ポーン、ダン。スマブラ。クマディ、お夜、夜待ってる。24日夜何時頃だっけ？覚えてないや、大抵で言ったけど。ウート探偵、アニメ化するの？初めて知った。ダブルのやつ初知り。いつからやるんだろう。なんちゃんで見れる、テレ朝かな。初知り情報。かくちゃんテレジカササの夢しか出てこないんだ。そう、みんなのところにはなかなかちょっと笹川にしか懐かないので。クマディ明日も5時起き早え。プリマそんな人いっぱいネットは何が嘘で何が本当かわからないから。クマグマ6月にライブ見に行く計画。おお立ててる。6月どっかいいライブあるかな。日にちだいたいどの辺とかもう決まってんの。計画倒れさせね。ガクマ特定33枚買えばテルジ君に会える説。33枚、お前なかなかお高いやつだな、テルジ。ビップじゃん、ビップ。ロキ、ベアロキ、こんばんざい。動物の人多いね、名前。氷竹熊、来季の夏アニメ。来季意外とすぐだ。じゃあもう全然知らなかった。というか最近アニメ全くチェックできてないよ。スパイファミリーも漫画面白かったからアニメ始まったら絶対見ようって思ってたのに全然見れてない。最近アニメチェックしてない。でもチェーンソーマンだけは絶対始まったら絶対録画する。でも本当にジョジョも鬼滅もめっちゃ録画はしてるけど全然見えてない。最近笹川アニオタじゃなくなっちまったのかな。好きなことは好きなんだけどなんだか
見れてない。シカちゃん6月末かな、給料日後。あ、確かに給料日後、6月末。どこでライブあるかな。ナンシーこんばんざい。ナンシー、クマスイ、ナンクマ、どっちがいいかな。クマスイ、うん、難しい。ガクマフーツさんって楽しみ。アニメ化って声優さんも決まってんの。今期のアニメ久しぶり見てる。え、見てる。最近さ結構アニメもなんか異世界転生ものばっかりで似たようなの多くて、しかもさなんか最近のアニメってちょっとあれじゃないですか、ちょっとクオリティが低いの多くないですか。なんかクオリティ高いアニメが見たい。作画、あーすごく手抜きだなみたいな。っていうアニメ見る気しないんだよな。スパイファミリー見てる。うー、スパイファミリーいつやってるんだ。見よう見ようと思って全然見てない。あ、コメント飛んでたわ。タクこんばんざい。かわいい、タククマだ、タククマ。すごいコメント欄が動物園だわ。動物の名前の人多いね。新アニメ全部自動録画。え、それなんかさ録画いっぱいなんないの、容量ならないのか。何から見ていいか、そう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 、なんか分からんよな。ウート探偵はフィリップ復活してるから。うわー、菅田将暉。フィリップ懐かしい。ダブル、ダブルもう一回見たいな。なくちゃん、あ、こみさんのやつ好き。こみさんなんかドラマもアニメもやってたからちょいちょいやってた時見てた。みさんかわいいよね。ゆうまこんばんざい。ゆうまくま、たくくま、動物園。ヤギもトラも鹿も犬もいっぱいいて、なるよ。あ、容量。くまくま。何その顔。あ、鹿か。がくま。え、ね、このなんかアニメのタイトルよく見るんだけど、これなんて読むの？何さん？最近なんとかさん系めっちゃ多いよね。なんとかさんはなんとかなんとか。じゃあ笹川さんもなんかアニメのタイトルになろう。笹川さんは、笹川さんは天の尺アニメ化。笹川、あ、わかった。笹川さんには刺さらない。笹川さんには刺さらない漫画化しよう。漫画アニメ化、実写化されたら出演するから、主演で。アニメと日朝でパンパン。日朝、この前も言ってたもんね、リアタイ、リアタイ録画もしてるけどリアタイもしたいみたいな。でもその気持ちはわかる。トムこんばん、ハロー、ゴクマこんばんは。ユマクマ、オース、お、ダドバダドバダドバ、タカトラバタだ。
森のくまさん福岡、あそう福岡行くよ、4月の29日と30日金曜と土曜なんだよな、ライブが土日じゃなくて、そう金曜日と土曜日福岡ライブしに行きます。2日間、さすがバンザイジャパンでは福岡遠征初だわ、初めて。なんか少林寺のあの前少林寺拳法の遠征で昔行ったことはあるけど、全然でもその時福岡全然見てもあれなくて記憶ないし、多分全然福岡いろんなとこ見れてないし、行った事実は確かだけど行ったその時の記憶が全然ない。あとバンザイジャパンで前一回福岡遠征あったけど、笹川はその時遠征に参加できてないので、バンザイジャパンとして行く福岡遠征初だ、やったー。くまさん待ってるね、29日30日、会えるの待ってるね。ガクもフード探偵とダブルのファング系のフォームチェンジも見れるし、おお。仮面ライダーとしてしっかり戦ってるの、その作品は。フード限定ご当地ヒーロー、ご当地ヒーロー。学もあ、あわれさんって読むのか。あわれさんは測れない、何が測れないんだろう。オーズの映画見れんかったです。あねえ、オーズ映画出たんだよね。もうさ、なんかちょいちょいたびたびさ、あのアンクたちがさ、なんかこう数年に一度なんかなんか再会するっていうか、そのツーショットを見るだけでなんかこうグッてなる。でもアンク大好き、アンクねかっこいいよね、いいやつ、ツンデレ。ウォーズの新作衝撃すぎた、でもいい作品。さっちゃん5月1日は大手町、あそう5月1日はね大手町のみになるっぽい、2本目、衛星組は、衛星組は2本目から参加です。やばい、ライブの告知しなきゃと思いつつ全然できていない。くまぐま福岡行きたい、福岡なら来れるかな。なんかウォーズに出てくるゴーダってやつ出てくるんだけど、ゴーダチーズだ、その声優さんが煉獄さん、あー煉獄さん、あれ煉獄さんの声優さん誰だっけ、誰だっけ、出てこない。ダブルは全編通してフットの事件しか解決してないから、フット限定のご当地ヒーローなんだよな。あ、そういうことか。どれぐらい広いんだろうね、フット。ガクちゃん、ささは平成10年見たもんね、エグゼイドとビルドのコラボのやつ見たっけ、見たかな、見たかも記憶がもうそんな全然覚えてないんだよね、笹川。でも了解です、お、いるのかな、お手待ち。リマさんの生誕お祝いしよう。たくま福岡いいな、福岡行こうぜみんな一緒に、福
福岡行こう。福岡ニューガンダム見に行きたいですね。何いるの福岡に。でかいやつ煉獄さん、あ、日野さんか。日野さんね、ジェネレーション、アンク復活して友達と勝ち泣きしました。うー、見た見たと思うけど全然記憶ない。でもなんかアンク復活したのを見た気がする。笹川なんかこうシリーズとか見ても見てもすぐお話の内容とか忘れちゃうんだよね。すごい見てたやつシリーズとかでもキャラクターの名前全然思い出せない、覚えてないし、多分見終わったらそのシリーズとか終わったらすぐポンって記憶消去されるから、だから次見た時また新鮮な気分で見れる何回でも。ハリーポッターとかも大好きでめっちゃ再放送してるたび何回も見るけど、なんか何回でも楽しめる。ハリーポッター大好き。エベファンタビファンタファンファンタスティックビースト見に行かなきゃ終わる前に。お、あと30分だ。あと30分なので皆さん特典ご購入お待ちしております。特典ご購入は左上のバナーからゲットできます。今日はササクマです。なんか猿みたいだね。これ猿って言ってもよかったな。猿です。突然の方向転換。あわれさん面白いんだ。ララポート福岡に1分の1、一瞬1月1日元旦かと思った。元日1分の1福岡版ニューガンダム。ララポート、あ、じゃあ最近、割と最近できたのかな。かくま、今期のアニメでやってみれたアニオタ、アニオタ復活。笹川復活するかな。最近本当にアニメ全然見てないからな。え、っていうかね、違う、アニメ見なくなった要因の一つとしてうちのテレビでなぜか映らなくなったっていうのがあるんだ。そういえばうちのテレビなんか不調で見れなくなっちゃった東京 MX とかが見れない他のチャンネルは見れる。よし、こんばんざい。よし、くまうき。わい的にコアラにしか見えん。コアラ色茶色だけどコアラ。だってコアラのマーチ。ユーマサさん、うわー、動画ありがとう。かわいい、かわいいクマ。うん、クマなりにちょっと頑張ってみる。ありがとう。ありくま。ともさん、ともくま、やっほーくま。氷滝くま、1月16日にまだララポート完成してなかったので。おお。博多？
りんもアニメ好きが MX 見れないの。そう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 、まあ、最近全然見てなかったからいいんだけど、これがめちゃめちゃ見てる時に見れなくなったらめっちゃ辛い。なんか直しますねって言われたのにさらに映んなくなった。映らない。治ってない、治ってないどころか全く映んなくなった。ガクマおつささーおつくまともくま、イギーの最後を見て号泣した。うーバニラアイス、イギーね、イギーイギーの最後本当にめっちゃかっこいい。でもバニラアイス推しでもあるから、ちょっとバニラアイス好きなんだけど、でもイギーの最後う バニラアイス強すぎて。いや、まあ、テルジと一緒の動物動画楽しみにしてます。動物動画、ただの動物園になっちゃう。ともくまバニラアイスのスタンドの名前あるの知ってた？クリームじゃなくて？小説版で名前が明らかになった。クリームじゃない名前ってこと？小説版ってあれかな、あのディオ様の日記みたいなやつ。あ、クリーム合ってた。あれ、それって本編には本編で明かされてないんだっけ？じゃあ何、ネットで調べて知ってたのかな。気がついたら知ってた。バニラアイスクリーム。ひかちゃん、ささります、水曜日リアタイできそうないから今のうちにささチャージ。はい、サッチャージ。コパンじゃん、あ、コパクマ、ヤッホーヤッホー。今確かに原作だとスタンド名言ってないか。あの紹介とかもないのか。単行本とかの話と話の間になんかよくある3部はあれないのか、スタンドの紹介みたいな。そっか、原作書いてなかったんだ。まあ、確かに自分のスタンドの名前わざわざそんなに言わないもんね。タンタンティー、タンタンクマこんばんざーい。今日も負けたの、阪神勝てないんだね。阪神どうしたん。ピッ、今話の間のそうそうそう、スタンドのなんかよく書いてあるステータス、話と話の間にある
近距離パワー型みたいな。ともくま髪一気に短くなった。髪短くなった？嘘。あ、この前のあれこの前のあれからってことか。うーん、短くなった。プリくんも阪神今日負けました。あ、そうだ、プリモも阪神ファンか。阪神ファンの人いっぱいいる。なんとかしてください。笹川が応援団長になるか。そしたら一気に勝つかもしれない。ともくまこの前はほらロングな美女だったから、今は今はショートなクマ。でもちょっと毛量多すぎて実はここちょっと結んでる、見えないけど正面から見るともう毛量多くて切りに行けたいんだけど。早く髪切りに行きたい。今はショートが美少女少女ショートな美青年、ショートなクマ、美クマ。応援団長よろしくお願いいたします。わかった、頑張る。パキッていった肘シェアするね。今今月さちゃんと直で会えてなくて、あわ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 ね、え、会えてない。青年ではない。え、青年ではない。しかちさん、メルクマみたいにその格好でライブしてほしい。メルクマ、メルマルさんね。そう、クマだったよね。エイプリルフールだっけ。え、しおりもクマなの。初知り。え、めっちゃなんかパクっちゃったみたいそうなん、今初めて知った。しおりも、え、こういう感じのやつ、なんか着るやつ。パンダじゃないなんかすごい真似されたと思ってたらどうしよう、思われてたら。サマスタちゃんだ。サマクマ、クマス、クマスでいいや、クマス。みんなの名前クマ化してるから、クマスブルー。今日は笹川クマです。クマで少林寺、少林寺でもこのクマでっていうの使った、使う。エプリルフルネタだと思ってたらその夜のライブでそのままライブした。メルクマあれでしょ、なんかドッキリの動画見た、メルマルさんの。なんかずっと前からその日水着の撮影するみたいな話をメルマルさんの運営さんからそのメンバーさんがされてて、でいよいよ水着撮影の日だってなったけど、実はそのこの中に水着が入ってますって言われて箱をメンバーさんが開けたらクマでしたみたいな動画見た。でもすごい、かなり前から仕込んでるってことだね、すごいね。うちもさ、ドッキリやりたいんだよね、メンバーに。ドッキリグランプリ
サマスグリーンも可愛いでしょ。サマスグリーンも可愛い。クマスグリーン。エブリルフルネタマジでやるの仮面ライダーくらいだと。仮面ライダー？仮面ライダーもエブリルフルネタマジなの？コマちゃんのエプリルフルのすごかった。イラストめっちゃ可愛かった。抱っこしてるな。これアンバタートースト、名古屋名物アンバター、小倉トーストだよ。美味しそうでしょ。かわかなんか似合うね。似合う。はちみつクマだけど、はちみつは家になかった。しないと見えない。あ、会員登録しないとエプリル見えないのか。びちゃびちゃクッションびちゃびちゃ。クマスリママから、あ、食べた。ヨハドおやき野菜ミックスと切り干し大根食べた。美味しかった。美味しかった。おやき、おやき大好き。おいしい。おやきクッションないかな。おやきいっぱい食べたい。毎日おやき生活したい。おやき作ろうかな、もう好きだから。うん。リママにはかぼちゃとあんこをリクエストです。そう、野菜食べれないの知ってるのにって言ってた。リマ野菜食べられないから、野菜物来たら笹川さんに来る。でもそれは笹川さん美味しくいただく。最近ティッシュカミカミしてない。ティッシュカミカミ。ティッシュ噛むと甘い。ティッシュは甘い。プリクママジでおやきサブスク、おやきサブスク、定額で毎月送られてくる。おやき、都内おやき買えるとこ少ないから多分。でもあの銀座にある長野のアンテナショップにはあるって書いてあった。おやきまだ行ってないけど、おやきサブスク、おやき、おやき皮に包まれてる食べ物美味しい。でもリマも皮に包まれてる食べ物好きって言ってた。みんな全人類みんな皮に包まれてる食べ物好き。つまり餃子、クレープ、おやき、タコス、トルティーヤ、春巻き、何？
さまさ、あの野菜ミックスは味噌炒めで大丈夫なんだかな。うまい、うまい、うまい。今川焼き、今川焼きも美味しい。冷凍してそのまま食べるのが好き。大判焼き、回転焼きとも言う。今川焼き、ケバブ、それだ。ケバブこの前食べた。ボロボロした。美味しかった。ケバブガーリックソースが美味しい。ケバブ。軽くお焼きクッション食ってみたけど、あ、なかった。でもクッションも家にいっぱいあるからいいや。おにぎりクッション、おにぎりクッションもあるし、あんバタートーストもあるし。ウィズクマ、あれウィズパパも頼んでくれてた。さっき注文がどうやら入ったようだ。クマ、思い出の、そうだ、渋谷の思い出のケバブ、ケバブ。お、クリちゃんのファンレベル9に上がったじゃん。もうちょっとでようやくファン認定される。え、でもこの前このファンレベルについて調べたんだけどさ、そのファンレベルってせっかくなんか10に上がらないとその称号みたいなのが表示されないらしいんだけど、そのルームのファンですみたいな。でもせっかくレベル10になっても毎月1日にリセットされちゃうらしい。切ない。頑張ってあげたのに。しかも結構これ上がるの時間かかる。大変なのに1日にリセットされちゃう。悲しい。ゆずパパ、備考欄の内容です。クマー、わかった。じゃあクマーって書いとく、言っとく。クマー、10にならないとファンと認められない。ねえ、ファンまでの道のりちょっと遠すぎないこれ。せめて、まあ誰でも表示されないのはわかるんよ。結構あの星集めとかでなんかたまたま入ったみたいな人とかもいるから、誰でも表示されるわけじゃないっていうのはわかるんだけど、でも10にならないと認められなくて、表示されなくて、でその10までの道のりが結構長いって。5とかでもよかったのにね。毎月頑張る。うん、ありがとう。まだ笹川笹のファンルーム、ファン誕生してないから誰もファンおらんってことになってる。クマス、信州枝は自慢焼き、志、自慢焼き。ああ、なるほどね。え、なんか見たことあるかもしれない。ウィズパパ、ウィズクマ、ペルソナ4のクマみたいな感じで。あ、山口勝平さんボイスですか。なんとかだクマ。なんとかクマよみたいなやつ。テレビで美味しそうなもの見ちゃった。クリちゃん、配信長くやってる人は自然とファンが。あ、ね、結構配信の視聴時間とかコメント数とかにもよるらしいからね。
ゆずくんはまさにそれ、あ、動画だったら、動画だったら表現できたのに。落書き写メ、じゃあもうそのクマの画像を置いておくしかないクマ、皆さんあと少しお待ちしてます。あとちょっとわわわわ、つかめないものが、22時まで、今日の24時15分からはインスタで刺されます水曜日です。よろしくお願いします。思考停止しちゃった。たくま、あ、たくまは名前クマ化しなくてもクマだ。たくま、動画の方がやりやすい。クマ、動画だったら声を寄せようかと思ったが、似てないものもね。プリクマ、今日水曜日だ。ウェンズデー。曜日感覚ね、分かんなくなる。クマス勝ちまた写メ。あ、クマスありがとう。クマスブルー。やった。ウィズクマ、追加してくれんの、ありがとう。やった。動画だと笹川さんがとっても助かるっていうね。笹川さん果たしてモノマネできるのでしょうか。山口カッペイボイス、プレソナ4やってた。あとちょっとだよ。オンライン楽市楽馬、熊楽馬市楽馬、終わっちゃう。お待ちしてます。この耳めっちゃ気持ちいい、触り心地めっちゃ気持ちいい素材でできている。ほら、この耳超気持ちいいやつ、気持ちいい。これ髪の毛茶色だったら完全に同化してる。あ、追加してきた。クマパパもクマになってる。ありがとう、クマー、ありクマー、たくまー、たくまはもともとクマ。くまくま、くまぐま、きのりまさん、うわパンダだった。昨日トークポート、トークマポート、変更しなくてもともとね、くまたくま、くま川くまさんとはもうそろそろ
お別れ。次はみんなにいつ会えるかな。僕はクマ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 っていう歌あるよね、宇多田ヒカルさんの。僕はクマ、僕はクマ。初めてクマだったかもしれない。今までトナカイ、トナカイ、牛、トラ、犬、あとなんかなったっけ、にはなったけど、クマは多分初な気がする。馬、あ、次馬娘になりたい。馬娘のコスプレしたい。君の愛はズキュンドキュン走り出し。馬娘なら何のキャラがいいかな。コマちゃんと馬娘コスしたい。まあ、馬娘全然やってないんだけどさ。どの馬娘がいいかな。かっこいいやつがいい。宇多田ヒカル、そう、僕はクマ。たくま、来月東京行くよ。平日だけど、え、いつ ?5 月うま娘声優スカイ、あれ最近なんか追加された、あれ違うかな。次は新潟県の形のコスプレ、いや新しい新潟県の形の着ぐるみ、エアグルーヴ、このたわけがかっこいいやつになりたい。あー、ねずこちゃんの人、へー、八重の無敵、あ、全然違った、そうだ、なんか追加されたニュースを見た。いや、終わろうっと、配信10時です。じゃあ僕は熊会に戻るよ。森の中に帰るから。みんな次はいつ会えるかわからないけど、またみんなと会えるのを待っているよ。待っているクマ、アリクマ、うん、ありがとう。